今週のテーマは県内の魅力ある企業とは。若者や女性の県内定着に向けて、今年3月に卒業した県内大学生の県内就職割合は 39.1% となっています。県内企業の情報に触れる機会が少ない若者も多く、県は若者女性県内定着推進事業の中で県内の企業を知ってもらい、その魅力を伝える機会を設けています。大学などの高等教育機関と連携して、授業の中で県内企業に勤める若手社員のリアルな声を学生に伝え、理解を深めてもらう取り組みもその一つです。また女性が活躍する企業での就業体験の機会も提供しています。6月、岩手大学では3人の若手社員が岩手で働く魅力について紹介しました。岩手県で働いてて、かつ岩手大学卒業の先輩方のお話を聞けたので、自分の就活するビジョンを想像しやすくて、とてもいい機会になったと思います。まだ詳しくどんな感じで就活しようかなとか、どこで働こうかなとか、そういうことが自分の中で全然固まっていない状態でこの授業を受けたので、今後の就職活動を考える上でも、今後院に進むかどうかっていう点でもとても参考になる話でした。また今後大学内とかでこういうイベントがある際には、自分から足を運んで積極的に参加してみたいなと思いました。県では県内の企業で働くイメージや暮らすイメージを学生に持っていただくための機会を作っています。今回の岩手大学を含め県内の大学などで多数実施しております。学生の皆さんにはこのような機会を活用しながら、今後の就職活動を進めていただきたいと思っています。県は岩手で働きたい、暮らしたいと考える若者や女性に県内企業の魅力を伝えていきます。岩手ワンコ広報室、次回もご覧ください。